北国新聞ニュースをお伝えします高校の卒業式が今日県内27校で行われ学校や生徒個人によってマスクをつけるかつけないかの対応が分かれました卒業式のマスク着用をめぐっては国が原則不要とする方針を示し石川県教育委員会はそれに沿ってマスクの着用を 合唱の場面などに限りそれ以外は生徒個人の判断に委ねることにしましたこれを受け今日卒業式を行った公立高校二十一校と私立高校六校のうち小松高校や飯田高校などでは卒業生の多くが合唱の時を除いてマスクをせずに式に臨みました一方二水高校では卒業生のほぼ全員が 自分の判断でマスクをつけるなど、対応が異なりました。日水高校の美藤香横校長は、まだ試験が残っている生徒は多く、感染対策や体調管理のために着用したのだろうと話していました。また、今年度創立70周年を迎えた金沢学院大学附属高校でも、ほとんどがマスク姿で出席しました。 式では卒業生代表の佐々木愛さんが、コロナ禍の3年間を振り返り、困難にぶつかっても自分の力で乗り越え成長していくと決意を述べました。卒業式は明日も公立高校24校で行われます。 どんそうですよね、まあ、あの一人一人の思いや、まあ、取り巻く状況もありますけれども、まあ、なんとかいい思い出を作ろうということで、えー、学校も生徒さんもまあそれぞれ工夫してるなという感じが伝わってきましたけどね、はい、まあ後々再会した時にね、まあ、あの時は苦労したよねという笑い話が出るように、まあ、末永い友情を築いていってほしいなと思いますねそうですね。 ではニュース解説です地球温暖化の影響で熱中症のリスクが高まっていることを受けて政府は現在の警戒アラートよりも深刻な特別警戒アラートを設定することになりました北陸でも熱中症で搬送されるケースが増えていますが野口さん早めに警戒情報を伝達することや 避難施設の準備も必要になってくるでしょうね北陸では昨日春一番が吹いて、ええ、まあ今日も金沢の最高気温がです、ね、もう15度をっと今に超えましたけどね、はい、まあ一気に春に加速といった要求になりましたが、まあ、気象台によりますと、まあ、今年の6月から8月までの北陸の気温の予想を見ると、まあ、平均気温はまあ平年並みか高いということですね。ね まあ去年は金沢でえまあ9月6日にまあ観測史上最高と並ぶ38.5度を記録してまあ最高気温が30度以上の日が71日間まあ35度以上が11日間でいずれも歴代1位の多さだったんですがどうやら今年の夏もですね暑くななりそうなんですよねええですか熱中症対策についてもさらに強化する必要がある、うん、ということでしょうか。 まあ、去年5月から9月の熱中症による緊急搬送数というのはですね、まあ、全国で7万1,029人、まあ、2018年19年に続いて3番目に多かったようですね石川県の搬送者数は719人でした、まあ、現行の,その熱中症の警戒アラートというのはですね、まあ、暑さ指数、まあ、これは気温と湿度と輻射熱を計算して出される数字で。 28を超えると熱中症にかかりやすいと言われていますがこれが33以上になるとこの警戒アラートになると予測されるとこの警戒アラートが発表されるということで去年は全国で延べ回発表されました政府は先日熱中症対策を強化する法律の改正案を閣議決定しましたが。 まあ導入されるこの特別警戒アラートというのはまあ10年に1度などのですね極端な高温によって深刻な健康被害が生じる恐れがある場合に発表すする方向だそうですね市町村では冷房を備えた避難施設を指定しなければならないそうですね。うんはい、このの特別警戒アラート発令に備えて あの市役所などの庁舎ですとかね、まあ図書館といった公共施設、あるいはこのショッピングモールなどの民間施設をまああらかじめクーリングシェルターまあ避難施設としてまあ事前にまあ指定をして発表を受けて開放するということですね。まああの特別警戒だと発表する際の目安はまあ法案成立後にまあ決めるということなんですが、まあ暑さ指数に まあ、高温状態が続く、まあ、期間ですとか地域差などの要素を追加して、まあ、設定すするとということですね、うん、どこが避難施設になっているのか、うん、しっかりと情報を運用は2024年、まあ、来年からとなりますけれども、まあ今年中にはやはり施設を指定しなければならないですし。 施設側の対応についてもしっかりやはりマニュアル化していく必要があると思いますね。まあ、熱中症には前もって予測ができる、まあ、備えることができますからこのマスクの脱着なども含めてですねどういったこの行動を取ればいいのかという基本的な知識についても改めて分かりやすく告知してもらいたいですよね。はい、野々市,市内の町会が 電車の駅やバス停などに置いた善意の傘が7割以上戻らず傘の不足を招いています野の市市押しの4丁目と5丁目の住民で作る丸木町会はまだ使える傘が不燃物の回収で多く捨てられていたため去年1月から急な雨などに役立ててもらう善意の傘を始めました町会の役員は 骨が折れて壊れた傘も修理して善意の傘にあて、現在、北陸鉄道石川線の押野駅、野の市駅、野の市高台前駅の三駅と路線バスの押野停留所、それに地元の丸木会館の五カ所で貸し出しています。これまでに善意の傘として四百本以上集まりましたが、徐々に返却されなくなり、去年十二月からは。 悪天候が続くと、設置場所に傘が少ない状況が目立つようになりました。丸木町会によりますと、返却されない傘は300本以上あり、7割を超える傘が戻っていません。このため、町会は傘の絵に、返却にご協力くださいと書かれたタグを付けましたが、効果は薄く、今後、他の町会にいらなくなった傘の提供を呼びかけることも検討しています。 野々市市丸木町会の吉岡潤町会長は、利用はありがたいが、使ったら元に戻してほしい。必要な人が使えるように善意とリユースの循環を目指したいと話しています。金沢マラソンの組織委員会は、明日から始まる東京マラソンの関連イベントにブースを初めて設け、参加者を呼び込むことにしています。 このイベント東京マラソンエキスポは今月5日の東京マラソンを前にランナーを受け付ける東京ビッグサイトで明日から開催されます東京マラソンにはランナーなど10万人以上が訪れる見込みで各地の都市マラソンで定員割れが目立つ中地方の都市マラソンとして金沢だけが単独でブースを設けますこのイベントにはスポーツメーカーや自治体 時計ブランドなど74団体が参加し国の内外から集まったランナーやや家族が最新機器の体験や買い物を楽しみます。金沢マラソンのブースではタオルやピンバッジをはじめ共産企業から提供された GOGO カレーのレトルトカレーや北陸青果のビーバーが当たる抽選を行うほかチラシを配るなどして 十月二十九日の第九回大会に向けて、参加ランナーを呼び込みます。組織委員会の担当者は、「金沢マラソンに出てみたいと思ってもらえるよう、ランナーたちに声をかけたい。」と話しています。東京大学の学生たちが昨日、野見市役所で JR 野見値上がり駅の活用策を報告し、特産品の販売などを提案しました。 東京大学の学生たちはフィールドスタディー型の政策共同プログラムの一環として無人駅駅ののみ値上がり駅の活用策を探ってきました。そして4人の学生が昨日能美市役所を訪れ井手俊明市長に対し空いた駅員室を活用した情報発信や特産品販売などのアイデアを報告しました。報告では、 のみ値上がり駅を訪れなければ魅力を味わえない場所と位置づけ加賀丸芋や黒造ゆずなどの特産品グルメを販売することや国際大会が開かれている競歩を切り口に住民体験館や健康増進の取り組みを行うことを提案しています。またた利用者をを増やすため駅員室を 休憩室や情報発信の拠点に活用することも提案に盛り込みました。東大生は今日、値上がり中学校と寺井高校を訪ね、生徒と意見交換を行いました。川北町の川北郵便局が昨日、受験などの合格を願い。地元の中学生に加賀岩皮市で作られたしおりを送りました。 合格祈願のしおりは川北町中島の加藤和氏から歯切れの提供を受け川北郵便局の職員が郵便局の建物の形と末広がりの鉢にあやかり八角形に仕上げました郵便局の新谷正史局長はきのう川北中学校を訪れ3年生92人にしおりを贈りそれぞれが個性を大切にしながら試練を乗り越え ぜひ夢を叶えてほしししいと激励しました金箔をあしらったしおりには川北町特産の加賀元碑の説明文も添えられ受け取った北村由奈さんは「応援を励みに夢が叶うように頑張りたい」と話していました川北郵便局は窓口にもこのしおりをおよそ130枚用意し受験生などに無料配布しています。 頑張れますすねそうですよ、ねうん、まあ、本当にあの特産の科学安否史肌触りもいいですからね、はいまあ、はがきや手紙というこの紙にメッセージを書いて運ぶ郵便局らしい励ましのプレゼントでしょうね、えー、まあこれを力にして、上野東安養史に向かって会長にペンを走らせてほしいですよね。なるほど <laughs> 野の市市複数中学校の生徒たちが 昨日、アテネオリンピックの金メダリストから柔道の指導を受け、技を磨きました。この取り組みは、全日本柔道連盟がスポーツ庁の学校体育構築支援事業として実施しました。野内市の福水中学校には、昨日、アテネオリンピックの柔道競技で金メダルを獲得した東海大学准教授の塚田真希さんが訪れ、 2年生およそ130人を指導しました塚田さんは受け身は転ぶ技術で回転することで怪我を予防することができるなどとアドバイスしていました生徒たちは受け身や投げ技のポイントを金メダリストから直接教わり感激していました 桜並木の伐採された一本に変わる、新しいソメイヨシノが。昨日金沢市、和枝町で植樹されました。金沢三茶屋街の一つ、和枝町の桜並木は。二百メートルほどの間に、十四本のソメイヨシノがあります。金沢市は、去年七月に。倒木の恐れがあるため。浅野川大橋に近い、茶屋街の入り口にあった。 高さおよそ7メートルのソメイヨシノを伐採しましたこの桜は推定の樹齢が60年で根の内部が腐るとできるキノコ・ベッコウタケが確認されていました金沢市は和江町が国の重要伝統的建造物群保存地区にあたるため地元の住民と協議を重ね同じ場所に新たな桜を植樹することにしました そして、造園業者が昨日、高さおよそ3.5メートルのソメイヨシノを支柱にくくりつけました地元の人たちは桜並木に復活した新たな一本が来年の春に満開の花を咲かせることを願っていますすくすく育つといいですね。本当にね、数え町はね。数えはは桜が似合いい。ますから、ねはい 報告新聞ニュースをお伝えしました。